皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。DDT チャンネルのみそ汁と、はい、ポンと、あおよみんです。何なんですかこれは。わかりません。はい、ということです。はい。今日は何をするんですか。ケモノフレンズ。エクス。偽物のやつ。完全に二次創作ですからね。偽物のフレンズ。なんかそのホラーゲームをなんかその最近見てるにあたって、うんうん、あのまさかこれの実況動画が。あの私の YouTube のおすすめ欄に上がってきまして何だろうそのなんか段階踏んでホラーをさ行こうとしてんの、うん、でなんか全然何も分かんなくて、うんうん、あ、獣レンズゲームあるんだ、あ、ミニ創作やなペッとしてさ、そしたらもうさ怖くて泣いた。怖いんだ。泣いた。へえ。じゃあさっき iPhone とねその実況みたいなどうだった。え、全然マジで 0.1 ミリも怖くない。なんだこのさなんだこのさ怖いね、ホラーゲームとして持ち込んだコヤミンと1ミリも怖くないという。 iPhone 的にもどんなゲームだった。癒しゲームだった。何を癒しではねえだろ。赤ちゃんは泣いちゃうかも。まあ赤ちゃんも旦那だよ生まれた時から泣くよ赤ちゃんはな。とりあえずなんか最後まではいかずとも、とりあえず一生は終わらせてみようかなと思いまして、うんうん、頑張って。 あなたが操作する。私が操作するんです。ええ。ジャンプキー2スタート。Z だね。Z。Z がジャンプ。ZX でやった方がいいね。なにこれ？ジャパリマン。ジャパリマン。ジャパリマン。食べてみたい。え、これ何？ぶつかるとどうなるの？ね、血が出る。え？べー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 。体力があるんだね一応ね。帽子ちゃんやんな。カバンちゃんだよ。帽子ちゃん。帽子って誰？適当すぎるやろ。惜しい惜しい惜しいって何？少ないわ。どういうこと？予想つけないとダメだね。はい。めっちゃギリギリで。頭壊れちゃう。頭壊れちゃう。壊れちゃう。あ、ゲームをしたことない女の。あ、来た。あ、来週。あ、よっしゃ。鍵をって言ってたね。そうそうそう。ああ。もう何なんだよ。そういうゲーム。違う。あ、来た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 。あ、怖い。怖いよ。怖いよ。ギリギリ。あ、怖い。ギリギリ。もうちょっと、もうちょっと行ってから。ああ。でも違うの、助走をつけて。助走、はい、すいません。飛ぶの。すいません。なんだこれ、持ち込んだ人がめっちゃ怒られてる。これ上から行ったら。いや、上行けないじゃん。行ける行ける。あ、そっか。うん。お前賢いな。あれー、ちょっと待って。ちょっと待って。なんで飛んで飛んで飛んで上行って上行って上行って。こんなになってた。わーってなった今。あ、待って。飛べない。また来るまた来る。あ、違う。なんでなんで。かわ。待ってね。見てね。今今今今今。待って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 。待って待って。今今今今今。ゲーム出しないと。マリオ感あるんだけどこれ。これね、ここですよ。あーもう怖い。え、怖いのこれ。 You got a power。 なにこれ。あ、文明の利器を手に入れてしまったんだね。せやな。ここでいや、やつれた、アルパカやつれてんね、顔、結構。あ、待って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 、危ない。すごい、奇跡的に。ナイス回避だね。お、あぶねー。当たりに行く。あ、べべべべ。なんで、なんで、なんでだろ。それなんでジャンプしたん。あぶねー。つかりに行ってんじゃん。あえ。撃って撃って。あえ。アルパカ殺せないの。アルパカ殺せないんだよ。あー、待って待って。ジャンプ。あー。はい。アイポン。嘘やりなよ。もう疲れちゃった。スムーズだもん、なんかここまで。あれ、なんでだろう。おかしいな。あ、でもこれ、え、ジャンプして打つの難しいね。そうそう、ほら、でしょ？ほら、言ったでしょ？確かに、確かに、確かに。ほら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 。難しい、難しい。ほら、それはだから嫌だよ。ほら、言わないでください。ちょっと待って。これはね、そんなにこれはね、ごめんなさいわ。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 ごめんなさい。バカにしてごめんなさいわ。ごめんなさい。お、さすが iPhone。超えましたよ。お。やるやん、iPhone。貸して。あんたこいつ殺さないといけない。You killed the animal。 もう無理。そろそろ。あ、
あやっぱねお笑いと一緒ですね。あいけないんですよ。どうすればいいの。だって殺すしかないんだよもう。そんな、え待って一撃、なんでなんで泣いてるの。こいつも殺そう。殺せない。あそうなの。お前はサイコパスだないやでも思ったでしょ。どうしてなん。殺していい。水辺地方殺すしかない。ちゃんと仕切り直せる。あー間に合わねえ。ナイス。あれゴリ押しそう。強行突破だ。強行突破だ。でもねそっちにもアルパカいるから。おふざけんな、おふざけんな。当たる当たる当たる。いやそいつ、そいつも殺すしかない。おーナイス。おー、このイム君もね、ムカつく顔してんね。イム君殺しますよ。殺すしかないですよ。イム君、イム君、イム君。あおー、そういう死に方。スローロリス、すごい揺れてるよ。画面揺れるなマジで。ああ小指病が。え、それ病気なの。やばい、小指病が。小指病気なの。え、あ、小指って、めっちゃギリギリで飛んでんのに。でしょ、できないんだって。え、なにこれ。あ、難しいんだって。ああ。いいっすか。どうぞ。あ、これ一番右のやつもさ、行ってしまうんかな。行ってしまう。うわぁ。からの。さよなら。熱いよ。あっちゅんよ。これもギリギリ飛ぶってことだよね。飛ぶ。 あ、やばい。小指病ですか。小指病ですね。これは次死んだらもう味噌汁に任せるわ。いやいやいや、なんでみんな嫌がってんの。やめようよそういうの、食わず嫌いは。お、お、やるやん。これ殺さなくてもいけたい、ね、あ、結構ね、そう、そう鍵があるんですよ。で殺さなきゃダメじゃん。そうなんです。なんて残酷な世界。とりあえず全部上から行っちゃえばいいはずなの。まあね。こいつ殺して。ね、あ、そう、そこを、そこも上から行った方がいい。取り殺したら。取り殺して、うん。ちょっと肉片残ってんの気持ち悪いね。あ、ふざけんなよ。ガチ。殺されるぞ。逃げたら。悪いとこ出ちゃった。ガチギーじゃん。銃持たせたらあかん。でそのまま飛んで。よいしょ。あ、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 なるほどね。なんかいつも WSD でさ、うん、左が矢印のパターンをこっちの方がなんかさ、え、やりやすそう。あ、そういうことなの。あ、なるほどね。え、むずいね。でもむずいんだって。うん、なんか操作が慣れないわ。うんむかつく、むかつく。コントローラーしたいよね。ね、わかる。あ、ちょ、待って待って待って。あ、ガガガガ。タンガ、タンガ。タンガ。アルパカのタンガ。アルパカのタンに吐砂物入ってか臭いらしいよ。そうなん、そうなんだ。じゃあ、フルーツとか食べさせたら。お前ほんと、お花畑やなんかな。いや、食べるはず。あー、やばい、やばい、やばい。あ、危ない。ねえ、ジャンプの感覚がやばい。やろー。むずい。マジむずい。矢印とジャンプの感覚がなんか逆。うん。あ、いた。いた。あ、はい、はい、これが小読み。小読みスタイル。なんかさ、ポンタみたいなやつ知ってる？ポンタ？ポンタ。ポンタの大冒険みたいなさ、やつ。あ、なんかあったね。歯茎のさ、なんか、鉄になってさ、ドーンみたいな。わかんない。そっか。ポンタじゃなかったかな。じゃあもうちげえよ。タヌキがさ、冒険する。あのローソンのカードで。あ、やばい、もうルーブの世界だったね。まさかのハマってるんだけど。これ見た。おい。頭を打ちつけること。すごい。あ、2匹。行ったね。死んだ、死んだ。あ、死んだ。あ、死んだ。それなんかポンポンっていける。あ、来たんじゃないですか。あ、今まで来なかった。前だ。あ、だわ、上に行かないと。あ、行けないのか。お前どんだけ憎しみがこもそうなんだ。マラッツ、お前マラッツ。とりあえずさっきまでね。あ、もうスルーしていいよね。まあスルーして、あそこで、うん、てかね、多分打てないと思う。おー、すごい。言ってよ。全身だじゃん、結局。これもう、すぐ終わるんじゃないかな。え、嘘。あ、いる。なになにこいつ。サボテンダー。打てるんだ。打てる、打てる、打てる、打てる。死なないの。死なない。で、一回こうやって食べるじゃん。で、それで後ろ向いて君を見ている。そう、本当だ。丸い。
そろそろ避けんなよ避けたかった。あ、なくなった。いますかね、じゃあ。あの目でもできる、私後ろの。え、怖っ。やめて、言えなくて言えなくて。バス乗り場。バス乗り場。あ、ループしてる。そうなんです。うわっ、あ、さすがに。さすがに。あ、お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 、来ました。サーバルちゃん、サーバルちゃん撃てるんじゃん、撃てる。あ、引き殺すんだ。いけいけいけ、進んじゃうこれ。いいの？え、ど、いいの？え、やめました。あー、え？こんなさっくりいくのは。原作にもあったからね、撃ってね。そんな死んだ。あ、え、いえ？ねえ。画面でかいと怖い。しかも3つあるんですよ、ここ画面。なんで私を、うん、みんなを殺したの？仕方なかったんや。でも、私、あなたの友達になりたいな。なろ。もしもう一度会えたら、その時はもう一度だけ会いに来てね。めっちゃ見込んでるじゃん。これ避けれる iPhone 最後。何が？これ。いや無理だわ。あ、もう動けないもん。ほら。そうなんだ。これな、これなんだ？猫だったね。猫やな。猫な。猫が混じってんのか。気持ち悪い猫だったな。ね。フィナーレ。フィナーレ。このゲーム。なんて検索したら出てくるの？獣フレンズエグゼ。EXE。イエス。どうでしたね、ソシルさん。なんかもっと倒したかったね。ゲーム攻略になってんじゃん。そういうんじゃねえんだわ。動物を殺さないように行こうっちゅうゲームなんだわ。獣フレンズ知らないだろうけど、あれ友達になるゲームだから。友達になるアニメだから。そうなの。そうそうそう。でもね、倒したら友達になるみたいなね。守護霊ってことでしょ。めっちゃ怖い。え、違う、え、そういうことじゃないの。めっちゃ怖い。待って待って待って。え、倒した子が守護霊というか、なんか恨み…てんの。やばいよ。え、そういうシステムだと思うよ。そうなんだ。倒した人が怨念となって肩につくから、ずっと見ているみたいな。いや、もう制作者もびっくりだろ。なんだよその感覚。裏の裏を糸を読み取ったんだよ。読み取れてないと思いますね。守護霊というかね。はい、ということでこんな感じで、はい、新年から、うん、ちょっとおどろおどろしい動画で。そうか、申し訳ないんですけど。いや、もうぶち怖いゲームを小読みにやってほしいね。そうだね、うん、こんなのはなんかね、赤子よ、こんなのは。うん、え？じゃあ2019年はちょっとこよみんにホラーゲームをこうプレイしてもらう、見るだけじゃない、はい、っていうのを目標にね、やっていきたいと思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。また見てね。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれましたか？え、まだですか？じゃあ登録ボタンをポチッと押してくださいね。あと私たちのツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。味噌汁でした。